です。本日も見ていただいてありがとうございます。現在私はつつじが丘駅茨城県に来ています。新年いかがお過ごしでしょうか。新たな気持ちでね、心機一転、心を入れ替えて2023年幸せに、そして自分らしく楽しく過ごせるように、もがんがけの気持ちで、登山初心者なんですが、頑張ってワンちゃん2匹と一緒に登っていこうと思います。今日の動画も最後まで見ていただけると嬉しいです。去年はソロで1回とワンちゃん2匹と1回と合計2回かな登山したんですが、両方ともあいにくの天気で霧だったり雨降ったり、ちょっとね見晴らしは良くなかったんですよね。なので今日はこんな感じで、すごい天気が晴れてくれてるのでめちゃめちゃ楽しみです。茨城県来たことはないので、今回めちゃめちゃいっぱいいろんなところを観光していこうと思います。今日の動画も楽しんで見ていただけると嬉しいです。これから登山だよ。一番登りやすいコース選んだからね。つつじが丘駅からロープウェイを使わないで湯田山の山頂を目指すの。頑張ろうね。してるらしいです。これはどこから行くんだろうかな、こっちかな。今ねワンちゃんはリュックの中に入ってます。ちょっと登れそうなところまではリュックの中で、アスファルトじゃなくて土になったら出してあげようかなと思います。あ、ガマガエル様がいましたよ。すっごい大きい、めちゃめちゃ大きいガマガエル様がいました。すごい。でもしっかりと足場が階段になってるので登りやすいです。さっきね、なのに早速転んじゃいました。転ぶの早すぎない？元気だ元気だ元気だね。はあ、もう息切れすごいな。急な階段も全然元気だね。でもそんなに元気で行って、最後大変だからゆっくり行こうね。無理しないで行こうね。よいしょ、のんびりのんびり行こうね。はいはいはい。今日はすごい、特に天気がいいからめちゃめちゃ気持ちがいいね。
松の木と青空といろんな木が生えてて、ところどころまだ緑も生い茂ってるので、冬の登山も素敵です。息切れ早くないっていう感じですよね。こんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。バイバイって、バイバイ。ありがとうございます。よいしょ。あ、歩きやすいところに着きましたね。ちょっと休憩できそうなスペースを見つけました。ここでコーヒーとかお茶とか飲んだら気持ちよさそうですね。つつじが丘の方からおたつ石コースを回ってきて、女体山頂を目指します。立派な木が生えてたんですね。わあ、足場はね、なんだかんだ登りやすいです。岩いっぱいあるけど、ちゃんと踏み間違いさえしなければ、ちょっとずつこう階段みたいになってる感覚で、初心者にも歩きやすいですね。ちょっとね、一段一段の高さが急なところもあるので、そこはちょっとワンちゃんにはきついかもしれないです。でも基本的に歩きやすいかな。これだよ、弁慶七戻り、ついに来た。うわ、絶妙なバランスで保たれてますね。ここだけ一気に神秘的だ。すごいね。すごい。なんかここだけ日陰だからなのか、めちゃめちゃ涼しいし、上を見上げると岩石があるんですよね。落ちてきそうなのに止まってるのすごいですね。母の体内くぐりです。修験の行の一つ、積み穢れのない清い心身に立ち返ることを意味しています。おー、ここの行けるかな。ちょっとここくぐってみようと思います。これだよ、出船入り船。どれが入り船でどれが出船なんだろうか。上の部分かな。北斗岩、天にそびえ立つ岩で、天空に輝く北斗星のように決して動かないことを意味しています。なんか面白い岩がいっぱいある。見て、この微妙な三角になってる
この間すごい。ここの真ん中を通るのはいけないのかな。神聖な場所なのかな。頂上見えてきたね。あともうちょっとだよ。あそこが頂上だよ。頑張ろう。ワンちゃんはね、一つのケージにあたり200円だそうです。お金を入れてください。はい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 。ただいま発見中です。発見いたしました。できました。すごいよかった。めっちゃ楽しかったです。なんかね、アスレチックをこう登っているかのように、もう次どんな岩が来るんだろうってすごいワクワクしました。このハイテンションのまま大洗に次は行ってこようと思います。大洗も行ったことがないのですっごい楽しみにしてます。海鮮いっぱい食べたいな。いっぱいねこう歩いたのでお腹も空いてきたので早速行ってきます。テーブルにお持ちください。すごいズワイガニになるよ。アユもあるし、え、めっちゃ大きい。何これ。でっか。こっちは生イカだ。これも美味しそうだな。これは加熱用の牡蠣セットです。めっちゃいっぱい入ってる。何個入ってるんだろう。牡
きだけじゃないね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10個以上入ってる。450円だよ。こんなに大きくて。やばー。超おいしそう。焼いてる間にこの生ガキちゃん食べようと思います。おいしそう。ダメよシュシュ。シュシュ食べたら食中毒になっちゃうよ。ダメダメダメ。生ガキ半端じゃない。超おいしい。味がもう濃厚ですね。超クリーミー。おー、いい感じに焼けてきました。うわー、うわ、めっちゃ美味しい。まあ、サーモンだったらこれしっかりと焼いたのでまーちゃんも食べれると思うのでこれを少し揚げようと思います。ちょっと待って、登山頑張ったからご褒美あげるから待って。リリちゃんからね。はいよ。おいしい。おいしいしよ。食べた。おいしい。よかったね。味わった？味わった？
コリした食感とイカゲソのもう素朴な味がめちゃめちゃ美味しい。焼いてるからこのね、焼き目の焦げ具合もちょうどよくてマジでうまい。どう？うまいっしょ。え、何する？完食しました。美味しかった。ごちそうさまでした。かき小屋さんありがとうございました。すごい美味しかったです。自分でね、好きなものをセレクトして、で、ビュッフェ形式でこう取ってお会計するっていう形なんですけど、あんだけいっぱい大きいもの食べて1700円でした。2000円いかなかったのすごくない？結構これ安いんじゃないって思いました。イカゲソのあの大きい足の部分とか、あと、あら汁がめちゃめちゃ美味しかったですね。250円だったかな。めっちゃ美味しかったです。では、ちょっとね、お腹も満たされたんですが、食後のデザートをためにちょっと近くまで走ろうと思います。近くに干し芋の専門店の大丸屋さんがあります。ここはずっと昔からあるところらしいんですが、なんと茨城県干し芋の生産量全国1位だそうです。全国シェア率も9割以上を占めているそうで、知らなかったのでいろいろ茨城県に興味が湧きました。干し芋のお土産だったりジェラートだったりいろいろ売っているそうなので、ちょっと行ってみようと思います。5時までが営業時間で、今もう4時過ぎちゃってるのでギリギリなので、ちょっと急いで行ってきます。海だ海だ。本当はさ、ちょっと立ち寄りたいんですが、お店がね、ちょっと閉まっちゃいそうなので、このまま向かっちゃいます。なんかちっちゃい恐竜がいる、かわいい。ここはテラス席なのかな。ここでね、ちょっと買ったものを軽く食べたりすることができそうなスペースがありました。なんかどれも形がすっごい可愛い。
ってきました。まずね、この紅あずまのアイスクリームをいただきます。店員さんにいろいろ聞いたんですけど、季節もので今すっごい旬で美味しいらしいです。毎回ね、シーズンごとに内容が変わってくるらしいんですが、紅あずまはすごい濃厚でもっちりしてますとのことなので、めちゃめちゃ楽しみです。確かにお芋っぽい、しっかりとコテッとしてますね。わー、嬉しい。いただきます。え、うまっ。え、うまっ。え、やばチーズケーキみたい。お芋のベイクドチーズケーキみたいな感じで、濃厚さが本当に伝わりますね。最高に美味しいです。やばい、これなんか本当にチーズケーキのお芋さんバージョン、さつまいもバージョンを凝縮してアイスクリームにしましたって感じ。これやばい、マジで超好き、何個でも食べたい、超美味しい。見た目はね、すごいさっぱりした色なんですよね。どちらかというと薄い黄色で、そんなに見た目はお芋っていう感じはしないんですが、こうスプーンですくうとすごくよくわかるように、めっちゃこってりしてるんですよ。わかるかな。添加物一切入っていないんですよ。それでこの天然の甘さ、めっちゃ美味しい。毎日食べたいんだけど、最近食べたジェラートの中で一番好きかもしれないです。他にもいろんな味があって、さつまいもの種類だったりごま味とかもあって、全部食べたかった。また絶対ここ来たい。うますぎ、これは人気だよ。人気の理由が超わかった。閉店ギリギリだったんですけど、お客さん全然まだいたし、駐車場も止まってる車結構いたし、県外のプレートの車も多かったから、それだけ愛されてる証拠ですね。人気なんだ。食べた。そして、今回は、これはまず家族に、紅はるかの干し芋です。これが一番おすすめっぽかったです。定番で特に甘いそうです。紅はるか干し芋 150g。これでね、650円でした。じゃーん。ワンちゃん用におやつ買っちゃいました。人間よりも多いです。こっちはね、200g入ってます。一回開けたらなんかこれは、真空パックとかで入れなきゃいけないかな、保存しなきゃいけないかもしれないけど、これはね、ワンちゃん用に甘くないところだけを厳選して作られているものだそうです。これちょっと今食べさせちゃおうかな、せっかくだからね。本当に干し芋だ。見た目めちゃめちゃ普通に干し芋、甘くないって言ってたからどうなんだろう。ちょっとだけ食べてみます。硬いに言います。全然甘くないイメージの干し芋とは全然違う。あ、なるほどね。甘くないだからワンちゃん用に食べれるんですね。これ単品でもいいし、あとご飯とかに混ぜてあげるのも良さそうですね。まずはちょっとね、これをちぎってあげます。はい、リリちゃんよ。さつまいも。はい、シュシュいいよ。シュシュ、食べるかな？あ、食べたー！ちょっと硬いね。おいしい。リリちゃん、一気飲みしなかった。大丈夫？もうないよ。もうないよ。まだ食べる？はい、リリちゃん。はい、シュシュ。あ、行こう。まだ食べれるよって顔してるね。じゃあ後でご飯と一緒に混ぜてあげるね。日帰り温泉
県四季彩館に到着しました。ここはですね、15時以降、午後3時以降はなんと大人1人500円で入れるので、とってもありがたいです。ありがとうございます。なのでちょっと早速お湯に浸かって今日の体を全てほぐしてこようと思います。はぁ、あったまろう。